シリア北東部で救助隊がミサイル攻撃された病院で見つけた生存者を救助しようとがれきの山をよじ登りますロシアによる空爆との見方が大勢ですこの反政府軍の支配する地域を取り戻そうとするアサド大統領を支援し激しく空爆しています国境なき医師団フランスのメゴ・テルジアン会長です病院は完全に破壊されています スタッフと患者の少なくとも7人が死亡し少なくとも8人の国境なき医師団の職員が行方不明ですさらに北部のアザズではミサイルが小児病院と明らかにロシアとシリアによる共同攻撃から逃れてきた難民の避難所だった学校を攻撃しました今週はロシアと米国が合意した戦闘行為の停止を前に攻撃が徐々に収まる州のはずです しかし今夜アサド大統領はシーアの国営テレビに出演し停戦努力に冷や水を浴びせましたアサド大統領は1週間の準備期間では足りないと語りましたつまりテロリストを封じて自らの地位を強化することを意味しすべての勢力が武器を置くわけではないというのですロシアはこの紛争で空爆作戦を諦める気はないとの立場を非常に明確にしていますロシアの空爆パターンを見るために地図を見てみましょう 標的のほとんどが米国が率いる有志連合の支援する反政府軍の支配地域だったことを示しています米国政府が唯一の正当な標的だと考えるイスラム教過激派のいる赤い地域ではありませんロシアはその区別なくアサド大統領の勝利を未だに望んでいますではなぜか ロシアは地中海で唯一シリアのタルタスに海軍基地を所有していること。またプーチン大統領はソビエイト時代のブレジネフ書記長が冷戦時にアサド大統領の父親と同盟関係にあったことを覚えていて、その同盟関係を存続させたいと思っていることも理由の一つです。またプーチン大統領は欧州の移民危機を楽しんでさえいると指摘されています。もう一つの敵、欧州連合の分断と弱体化につながるからです。 英国のハモンド外務大臣です。ロシアは望めば、この戦闘を終わらせることができる。空爆の規模を縮小し、穏健な反体制派ではなく、本当のテロリストへ矛先を向け直すことで、戦闘行為の停止を実現できる。しかしロシアは穏健な反体制派が武器を加えだ一方で穏健な反体制派の拠点への空爆を続けると考えるならば、それは過ちだ。そんなことはありえない。しかしロシアが方針を変える兆候は見えません。 それどころか、今やシリアの隣国トルコとの激しくなる一方の絶戦を繰り広げています。米国政府は頭を冷やすよう促していますが、約束された今週末までの戦闘行為の停止はほとんど信頼できません。